香里です。工藤舞です。はい、ということで始まりました、はい、100点レマさあ舞さんとの会はこれで5回目。5回目か。レマできてないです、全くはい、100点レマとは己のパフォーマンスを発揮せよという番組になっております。タイトル通りのことは未だできておりません。はい、はい、今回はね、何賞を目指しますか。頑張ったでしょう過去4回ちょっと結構ね、あの大口叩いたところもたくさんあったんですけど、あの2人でプラス中心になったことは1回ぐらいあったかなって。ない、ない、ないでしたっけすごくちっちゃく横に否定されたないっつって、ありましたねそう何言ってんだ君たちみたいな。まずは2人揃って勝利すらもまだ掴めてないってことで、そうですよ、万枚出しますとか言っても何にも響かないんでそうねはい、現実的なね、目標をちょっと決めてみたいな形になると2人でねプラスを目指してっていうことで、うん、今回も頑張りたいと思うんですけど、 なんであれです、なんか仲良く頑張ったでしょうぐらいはすげえ低いです参加賞ぐらいの勢いじゃないそれ、ね、そう、なんか欲しいじゃないですか。まあね、しかもうちら毎回離れて実践して、はい、なんかあったときは呼んで、ダメだったら相手のせいにしてみたいな、ちょっと仲いいのかなこの人たちみたいな感じじゃない、うん、でもそうやって生きてきましたもん。嘘ウィーウィーとか言いながらごまかして次頑張りますって言って生きてきたんですよ。そうね、それしか知らなくて、むしろでも私は子供を見るような目で大事なシーンで後ろでって私は祈ってたわけですよ。気づかなかったでしょ、はい、全然気づかなかったです。興味も持ってて、あんまり様子見にも来てくれないタイプなんだなとか思ってましたけど、結構距離感じますよ。そう、うん、それ絶対なの。私見ましたもん、 YouTube のやつで、こいつらいつ腹割るんだろうみたいな書かれてましたよ本当は仲良くないだろう、仲良くも悪くもないぐらいの仲なのねそうですね、そう、うん、でも私今日言いました、次回で最後だけど今度ご飯食べようっつって、はい、誘ってくれましたね。そうそうそう、はい、確かに、まあ、毎回前乗りなんですけど、はい、聞いたらいつも前乗るのが遅い時間なんですよ、うん、で昨日も結構早めに和歌山着いたんで声かけようかなと思ったんだけど、前来た時もその前の時も12時過ぎって言ってたよなと思って声かけるのを断念したんで、次回こそは早めに来てください。いや本当に本当になんかそういうのも聞きたくないです。なんでよ今回はフルコプレイで行こう。はい、もうお互い見守り菩薩タイプで横でね、はい、見守れたら最高だなと思うんですけど。わかりました、希望ね、あくまで。はい、見守りつつお互い、え、隣にいるのに見守るのいやいや、はい、隣に行けたらね。はい、じゃあ舞さん、何閉めておくれよじゃあ舞さん、うん、そろそろ時間なんで。そうだね、はい、はい、今日は仲良く、今日も仲良く、今日はってもうトゲがあるなもう本当に頑張りたいと思います、はい、見てきます。私結構舞さんとタク君で1回ぐらいしか勝ってないと思うんですけど、結構心折れそうだったんですよだから今日は支え合える仲間が隣にいると思うと、あ、スズメ、いきなりチャンスめで、いいよ、見守ってるよ、頑張ります、見守ってるよ。でもさっき、いきます、
得いくといいね。そうですね、頑張るよ。ドキドキ。ベルですか。あ、お、MB ここだよ、これさっきの行くやつ。うまい。まあ、今日だけ言いたから、あとはね、特訓に行ったらいいのよね。チャンス、ね、難しいね、やっぱり。いや、そう簡単には勝たせてくれないですよね。12ゲームぐらい、13。あー、岩尾さん、あ、岩尾さん、しかもここで MB をもらったんじゃないですかね。うん、やってる。はい、これはいただきましたね。いいですね。チェリー2回目。はい、いけました。投資2本です。ゲーム数は86ゲームということで、いただきジャーニーゲットでございます。頑張れ頑張れ。私はとりあえず当てた、はい、終わっちゃった。91枚。ガーン。お、あら、早い。なんてカウントなんですか。ゲーム数的にはチャンスではない。さっきめんこか。なんでめんこなの。はい、おお。わー、勝っちゃうの。行った？あ、勝ってました。なんだ、よかった。確定室だったよね。はい、よっしゃ。18ベルですね。投資7本。ボーナスでした。ーボーナスでした、直撃。やった。いいじゃないですか。いいね、ベル。やった、いいね。高設定の確率がすごく上がった。そうですね。長いな。すごい長かったね。おっと、解決しました。赤でした。やっとスタート。よし、いっぱいベル稼ごう。はい、あ、カオル先生になった。来たびっくりした。やった、乗せましたよ、まえさん。やったね。当てませんでした、私は。よし、ゲット。いいスタートです。ちょっとベルはめちゃくちゃ少ないけど、よかった。はい、お互いついてる、よかった。天国に行ってきたいと思います。何？天国に行ってきたいと思います。いいな、いいね、行ってみたいと思います。はい、私も行きたい。はい、早くついてきてください。先に行ってますね。うん、待てね。はい、追いつくわ。306枚です。終わりましたね。
乗せれんかった。青青赤赤だった。あー乗らない、おしまいです。651枚でした。一回シコとか踏んでみたら勝てるんじゃないですか。シコ、私スカート履いてるんだけど、代わりにちょっとシコ踏んでもらっていいですか。大丈夫大丈夫です。バカ野郎、ロングスカートでしょ。バカ野郎逆にタイトスカートだから足広がんない、うん、はい、いやでも香里ちゃんシコ踏む、シコ踏む練習してくれて。シコ踏みます。私が踏むんですか。そうそうそう、パンイチで。パンイチで、え、なんでパンイチの私だけ。でも男性の、うん、男性の気持ちは代弁者だから。あ、なるほどね。いやいや、なるほどねじゃないですから。ホールでパンイチになったら怒られます。ほら来たよ、ほら来たよ、ほら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 、なんでほら自己踏んでください。ちょカメラで、ま、じゃめんどくさいんであっち向かしたくないんで、撮らないですから。何の意味があるのそれ、カメラ撮らないで、はい、いや私が見てますから。バカ野郎。そこで、はい、自己踏んできてください。はい、使われるぐらいでしょ、はい、私本当に大丈夫、絶対カットしてくれます。カットしますよね。カットするんだったらやらんわ、はい、カットしますもんね。ほら、ちょっと巻き込み事故するからね。あーほらまだ57ベル。これはベルデなのかな。58ベルです。さて、はあ、あーいけない、ダメでした。言ってたのに、私はもう毎朝四股踏んでますから。嘘だ。なのに負けてるってことは修行が足りないってことかね。そう、私はちょっと安易に使いすぎてダメなんですよ。安売り、安売りしてるんで。よかったよかった。投資21本819ゲームで一足先に入れたから頑張ろう。もうちょっと。もう当たったでしょ。なんで当たりましたね。はい、ケース、さあ、よし、やっと1ページ目。天井まではいかんかった。おー、いったー、ボーナス、またボーナス、通常2回目。いやでもそれ、いやさすがにないと思うけどな。私は AITK に、まあ、東大寺で。いや青ならね、さすがに疑うけど。赤7でした。とりあえずさっきよりはベルを引いてそれを活かせるように頑張ります。172枚でゴアス。
線離脱。これ負けたら恥ずかしいよ。やりました。言わない。大丈夫でしょ。ほら4回目。当たった。あ、続いてるんですよね。引き戻し。いや、チャンス目引いてるんですよ。だからそれだと思います。でもよかったよかった。よかった。ジャーニー再び行ってきます。よし、いった。よしよし。おお。あー、ここ大事。ここ大事ですね。ああ、うん、初めて温泉入ったんですけど。やったね。嬉しい。絶頂ないかな。絶頂。え、絶頂ありますかね。残念。釣りバーナーさんだね。まあいいや。いい、十分十分。あダメだ。取れました。通常画面614。はい。最高はもう600枚超えないですね。さっき、ほんとさっきいっぱい出てくる。
ね。よかった、危ない。相方はどんどん出玉を伸ばし、私はどんどん負債を増やしてます。さっきまでね、あとおそらくプラス100枚、違うプラスじゃない、あと100枚ぐらいでプラスに行くっていう感じだったんですけど、気づけばもう投資が25本。違う、さっきはあともうちょっとでプラスって意気だったんだね。でもどっちみち、衣装ピンク、こんな静かな RD。 あ、注意しなさいよ。追加。おお。あと、追加で当たった。え、追加で当たる？ほぼほぼこの台当たるイメージないんですけど。ビッグですが、よかった、ビッグで。あ、なんかいた。最高手玉獲得しております。しかも同色。今のボイスは最高。いや、やっぱね、相性がいいっていうのもあるよね、これはね。喧嘩釣り、ここに何も行かず終了です。いただけた。わ、727枚もある。向こうは終わった？終わった？まあでも乗っかってるんで、また3日目までは絶対行けるから、そこでもう一回ボーナスチャンスがあればまだ伸びそう。わー、えらいことになってきたぜ。はい、まだまだいきます。さあ3日目ボーナスチャンス、はゆー、青か、青ばっかりですね。よし、カウントでは2000枚超えました。もうちょっと出ればというか、もうカウント2000枚でもうプラマイゼロはいってると思います。よかった、まだあった、よかった。まだ人気が、私は苦戦連磨、今年最後の引きなんじゃない、これもしかして。配信されてるのがいつかわかんないけど、そうかな。おいちょ、いたー、ありました。
やめて、メンコはやめて。おお、わかった。よしよし。これはボーナスもらったよ。なんなら鏡さん先に釣られて出てきて。あれ、あ、負けた。早とちり。もうだから先は嫌なんだよ。あ、誰も出てこない。終わりの時が来ました。2204枚、200枚ぐらいさっきより増えました。はい、実践終了。はい、終わりました。終わりました。さあ結果の方を早速、はい、先に発表していきましょう。はい、はい、我々は、我々でよろしいですか。だからもうすごく簡単に終わるんですけども、2人合わせてプラマイゼロでした。簡単になんと、はい、プラマイゼロですよ。そうなんですよね。今日乗り打ちってことで。え、でもありがとうございました。乗り打ちでした。そのために横に並んでたんですよね。いや、そんなことないですよ。相方を捨てるのは私心苦しかったんですよ。天井まで目指してて、はい、もう本当はもうやめてやろうかと思ってたんですけども。すごい。不正って言われないですか。不正じゃないよ。逆に大丈夫ですか。下に並んで打った意味を。そうですよね。そう、結果なんかお金とかじゃなくて結果の発表が全てですから。そう、そうなんですよ。はい、一人の責任ではなく、はい、二人の荷物は二人でしたよ。はい、いやでも本当に横で菩薩のように見守ってくれてたのが、いつもは心折れそうなんですけど、そんなことなくて、そのおかげで頑張れたような気もしてます。私もあなたの実践見てて、はい、私が心折れそうだったよ、かわいそうで。でしょ。そう、はい、すごく押してるな、うん、ここじゃなくてこっちを押してるな。そうなんです。いつもだったらあのまま天井行ってワンセットで終わってチーン、どうしようってフラフラさまよってるっていう絵面なんですけど、よかったです。今日は全長に来た時は本当に、はい、あの自分が取られてることを忘れてはしゃいでしまいました。はい、今日は大満足でしたけれども、はい、まあ、今回で5回目っていうことで次回最後なんですよ、はい、なんでどうしましょうかね。目標、今回2人合わせてプラスっていう目標クリアしたじゃないですか。これぐらいの、これぐらいの目標。やっと台に乗ったとこなんですけど、はい、そっからね、チビ2人が台に乗ったところでチビなんですけど、ね。そうなんですよ。はい、私的にはやっぱここで最後二人でゴッドウト、いや思考を踏んで次回に向けての意気込みを発表みたいな感じで終わるかなみたいな。大丈夫です。え、大丈夫です。ないさ、またまたね、すごく育ちがいいんで、はい、スカート履いたまま思考を踏むなって親からすごい言われて。いやいや、またまたということで本日はですね、香織さんが私の友情思考を踏んで終わりにしたいと思います。私が踏むの。そうだよ、結局。そうだよ。嘘でしょ。本当、私が踏むの。はい、それでは僭越ながらお見苦しいかと思いますが、思考を踏ませていただきます。合ってる。なんかこんなしますよね、わかんない。次回は2人で満杯。頑張れる気がする、頑張れる気がする。頑張ろう。頑張りましょう。ありがとうございました。じゃあ皆さん、また次回。